カオル。カズマ。こりゃどういうことやねんな、キリュウさんよ。リュウジ。動かないで。ゴーダ会長を返しなさい。あそこにおる。次にせえ。会長、無事だ。で、姉ちゃんは何をしに来たんや。あなたを逮捕しに来たの。何を今さら。自分かて登場会とつるんでいろいろやっとったやないか。そうよ。だからあなたを逮捕したら私も出頭するわ。一緒に刑務所にでもどこへでも行きましょう。何やと。もうこれ以上家族が死んでしまうのは嫌なの。家族やと。何アホなこと抜かしとんねん。ゴーダ・リュウジ、あなたは覚えているはずよ。炎で燃えるビルから助け出されたことを。それが何やっちゅうや。あなたも知っているでしょ。自分が人言派の生き残りであるということは。せやからそれが何やねん。あなたが知らないところでジョン・スヨン、つまりあなたの母親は生きていたの。名前を変えてね。河原祥子、私のお母さんよ。あなたと私はジョン・スヨンの血を分け合った兄弟なのよ。どういうことや。私はあなたを助けたい。たった一人の兄弟として、そして一人の刑事として。だからもうこれ以上戦うのはやめて。ゴーダ・リュウジさん、あなたを逮捕します。嘘や。わしに妹がおるなんて。お嬢さんの言う通りや。今までほんまのことが言えんですまなんだ、リュウジ。26年前スヨンが関西へやってきてすぐ、私たちは知りおうた。蒼天堀のしがない酒場、偶然私はその店でスヨンと知りおうて、彼女の素性を知った。組織から逃げる毎日、スヨンはお前という子供を抱えて疲れ切ってた。生活に余裕のあった私は彼女を助けるつもりで援助を申し出た。その後私はスヨンを見受けしたけど、関西へスヨンを追いかけて赴任してきた河原という刑事にスヨンとの仲は切り裂かれた。私の父のことね。そうや。仕方がない話や。私は所詮極道門。スヨンも生活のために私についてきてることは分かってた。つまりわしはおかんに捨てられたっちゅうことか。違う。私が望んだことや。去っていくスヨンにお前を欲しいと言うた。私にとってお前は本当の息子以上に。うっせえ。そないなことはどうでもいい。リュウジ、わしは今まで孤独の中で生きてきたんや。ゴーダ人中極道を超えることだけを考えてな。せやからわしは人言派みたいな連中と結託してまで戦争を仕掛けたんや。お前、
やはり26年前の事件を。関係ない。わしにとっちゃ復讐とか恨みとかどうでもええ。奴らと利害が一致した、それだけ。さあ、残るはあんたとの決着だけ。待ちなさい。私の話は終わってないわ。郷田隆二、やはりお前は俺が思っていた通りの男だ。どういう意味？自分の生き方を変えられない。ただ馬鹿正直に己を信じて突き進む。知ったようなこと。俺の親友だった男によく似てる。戦うことこそが生きていることの証。そういう男には俺も全身全霊をかけて応えるぜ。覚悟はできとるやろね。会長、すみません。いいんです。これで。あんたのおかげで、龍二の心の声を初めて聞くことができました。おおきに、ありがとうございました。郷田会長。今まで私は
大切なことをリュウジに隠し通してきた。ほんまのことを言えばリュウジが私の元から去っていってしまうと思ったからです。佐山さん。はい。リュウジの父親として息子が犯した罪を一緒に背負うつもりです。会長。私も近江の大門を背負ってきた男です。けじめだけはきちんと取りたいんや。リュウジと一緒に逮捕してください。お見事や。合田会長、桐生さん、ここまでは見事に私の筋書き通りに動いてくれました。まさかその声は寺田。どういうことや。これは全て私が書いた絵図なんですよ。26年間考えに考え抜いたね。それじゃあなたが。そう、キムデジン。26年前の事件、最後の生き残りですよ。お前どうして死んだふりなどしたんだ。あなたという人間は理屈じゃ動かない。死ぬくらいのことをしないと動いてもらえないと思いましてね。なぜそこまでして俺を。あなたが動けば近江も動く。そして関東と関西は一触即発の状態になる。そういう筋書きです。じゃあお前は龍二を焚きつけるために杯の話を持ち出したんだな。ええ、龍二は東条会と近江の杯など絶対に認めるわけがない。予想通りクーデターを起こして関東に牙を向けた。そしてあなたに倒される。まあこれも計算のうちでしたがね。リュウジもお前たちの標的だったっていうのか。そうです。リュウジは我々の掟に背いた。だからです。リュウジはジングオン派として行動することを拒み続けた。彼にとっては26年前の恨みなどどうでもよかった。頭にあるのは自分が頂点に立つことだけ。それならそれを利用して最後は掟に従い死んでもらおうと思ったんですよ。寺田。桐生さん、あとはあなたを片付けて東条会を潰せば全ては終わる。寺田幸男として生きた26年間、あと少しでそれも終わる。あなたたちを倒し、あの爆弾にスイッチを入れれば全てが終わるんだ。爆弾。気がつかなかったんですか。あなたたちの目の前にあるじゃないですか。どうして。爆弾は全て解除したはずだ。倉橋の分ですよ。あなたの父親河原二郎が殺した倉橋のね。あなたたちは私の同志、いや親友を奪い去った。だからその復讐をする私が用意したんですよ。このスイッチを押せばカムロ町が火の海になります。本気なの？安心してください。この爆弾が爆発する頃、あなたたちはすでにこの世にはいないんですから。寺田。
何ですか。最後に教えろ。お前はあの時風間のおやっさんの墓前で嘘をついたのか。何が言いたいんですか。26年前お前を助けたのは風間のおやっさんなんじゃないのか。なんでそれを。26年前のあの日俺はお前を見ていた。어떡하지영민아씨발이래서는오래못버텨이누가우리도가자인욱의원수를갚아야지그래뒤에서치면이길수있을거야어生きろ。お前らは若い。命を無駄にするな。生きろ。そうだったんですか。あなたがあの時の。確かに私と四民は風間さんによって命を救われた。寺だ。その後私は復讐をするため風間さんを狙い続けた。来る日も来る日も。だが風間さんはそんな私を逆にせわし近江へと導いてくれた。そうか、それでか。お前が近江に入った後堂島の風間という男がお前のことを頼みにやってきた。私に手をついて何度もお前のことを。寺田、お前風間のおやっさんにそこまでしてもらって人間としての恩はねえのか。桐生さん、まだわからないんですか。私は神言派の構成員です。神言派の掟は全てに優先する。たとえ親だろうがやるときはやる。それが私たちの宿命です。血の通った人間の言葉じゃねえな。ええ、私たちは人間であることを捨てた集団だ。そうでなければ26年間も恨みを抱えてこのような復讐を計画することなどできません。とにかくあなたを倒さなければ終わらない。
死んでもらいます。ここで終わりにしましょう。この勝負は終わっている。カズマ！遅かったやないか。高島、あなたには感謝している。私にとって邪魔な人間を予定通り次々と葬ってくれましたからね。くれ！動かないでください。ご苦労だったな。あとは私に任せろ。すべてお前が裏で仕組んだんか。カオル！会長のおっしゃる通りです。寺田の動きを知って裏で画策したのは私です。オーメ連合を裏切って人軍派と手を組むんか。裏切る？何をバカなこと。高島は人言派と目的が合致した。東条会を潰すという一点でな。そう。そしてその目的は果たせた。だからもうお前は用済みだ。寺田！自分が利用されているとも知らずバカな男だ。やはりお前という男は。高島、お前
島、お前近江をどないするつもりや？ご安心ください。私があなたの後を引き継ぎます。そんなことは許さん。メイドの土産に教えましょう。私は近江連合六代目となり、東条会を傘下に収める極道社会の全国制覇です。さらに人言派も抑え海外へ進出する。それが私が書いた最後の絵図です。お前どうゴーダさん。どいつもこいつもバカばっかりだ。どうしてこう人を信用するのか信じられん。わしは心の底からお前のことなんか信じちゃいない。なんだ、まだ生きてたのか、この死に損ないが。お前の思った通りにはならん。今にわかる。まったくうるさい連中だ。桐生さん、あんたしかいない。この男を倒してくれ。寺田！最後に俺を信じて。何？なんてことしてくれたんだ、このバカ野郎が。少しでも動いたら迷わず撃ちますよ。構わないわ、撃って。カオル、カズマ、撃つのよ。いいから撃って。キリュウ、カズマ、お前には撃てない。人を見殺しにできない。それがお前の弱さだ。バカな男だ。お前もあの男のように死ね。お前みたいなバカに裏をかかれるとは。男はのう、バカなくらいでちょうどええんや。我のような計算高い男は所詮天下など取れんのや。その通りだ。ちょっと何してるの。爆弾のスイッチが入ってるのよ。あと5分で爆発するわ。いや頭がボーッとしてきよって。早いとこ蹴りつけようやないか。
のよ。やめてよ、ここから逃げましょう。断る。え？お前は行け。そして生きろ。俺にはまだやることがある。こんな男初めて。さすがわしの妹が惚れた男や。こいつの言う通りや。早う逃げ。何言ってるのよ。私はもうこれ以上家族が死ぬのは嫌だ。好きな人が死ぬのも嫌なんや。分かってる。だったら今すぐ。うっさいわボケ。なあわしらもうボロボロや。どうせ助かる時間がないや。でも一生に一度や。兄ちゃんの頼み聞いてくれへんか。時間はないな。いいか、行くで。ああ、手加減はしねえ。来い。Ah!
いや、わしの体には人工派の血が流れとるんや。いずれこうしてのたれ死ぬ運命やったんや。まあ思ったより長生きしたわ。見せてくれや、おかんの笑った顔が好きやったや。お兄ちゃん。ええ顔や。それなら私もここにいる。あなたを置いて逃げられないわ。俺のことは放っておけ。そんなことできない。
ありがとうね。私ずっと忘れないよ。寺田のおじさん、本当にありがとう。あの爆弾が偽物だったとは、寺田が一番の役者だったな。ああ、奴が言っていた通り、高島のことは心から信用しちゃいなかったのさ。そうだな。最初から爆弾の信管は抜かれていたわけだしな。鼻から爆発させる気はなかったってことだ。しかしまあ、爆弾が起動した時はどうなるかと思ったぜ。ああ、だがあの時、寺田の判断がなければ高島の思い通りになっていただろう。お前、あの爆弾が爆発しないことが分かっていたのか？いや、分からなかった。だが奴は最後に信じてくれと言った。お前に何を信じて欲しかったんだろうな。多分風間のおやっさんへの気持ちだったんだと思う。今思えばな。ふん、なるほどな。その言葉に嘘はなかったってわけだ。ああ。わしらな、汚ねえしのぎなんぞする気ないんですわ。東条会には東条会なりの掟ってもんがあんだ。あんたが昔いた近江連合みてえなやり方には正直ついていけねえ。そうだ、東条会改革かなんか知らねえが、近江みてえに金の亡者になるつもりはねえぞ。雑魚がピーチクピーチクうるさいんじゃい。ろくに結果も出せねえ連中がごちゃごちゃ騒ぎよって、綺麗事抜かすならきっちり収めるもん収めてからいいや、ボケが。何やと？シートばかり五代目に気に入られたからっていい気になるよって。この前まで三次団体のペーペーだった新参が偉そうな口叩くなや。新参か新参でないかはもう重要じゃないんですよ。数字を残せる人間を幹部に登用し、稼げない人間を排除する。実力主義に基づいた血の入れ替え施策。それが五代目が進めてこられている東条会改革です。結果を残せる人間なら、新参だろうが古参だろうが力を与えられるんだ。つまり結果を残せてる我々があんたらに偉そうな口を叩く権利はあるということです。何やと？
てめえこの野郎、おい、行ってみろ。お静かに願いたい。よろしいですかな。ではこれより緊急幹部会を始めましょう。五代目、今日はどういう案件です？また例の東条会改革ですか？そう、その続きの話です。現在空席になっている若頭を決めたいと思うとります。若頭、どうやって決めるんで？どうするんだ？誰がなるんだ？若頭は東条会で実質的に私に続く力を持つポジション、誰にするかで今後の組の命運が決まると思うております。ですが戸様出身の私にはその判断は非常に難しい。そこで私の進めている東条会改革のルールに沿う形で適任者を選ぶことに決めました。ルール？ルール、どうやって決めんだ？東条会改革は結果を残せる人材を積極登用する施策、結果とは稼ぎですから、本部への上納金を最も多く納めている組、そこの組長を東条会の次期若頭に任命します。それでは早速各組織の上納金の金額を確認しましょうか。飯淵。はい、それではこちらをご覧ください。おいおい、そんな、こんなに差があるのか。ご覧の通り、古くから東条会を支えている皆様の額はどんぐりの背比べ。まあ柏木さんの風間組が検討してるってところでしょうか。しかしその風間組にダブルスコア以上の差をつけている組が2つある。それが私の率いる飯淵組と植松さんの植松組です。あんたたちが毛嫌いしている新参者のね、この結果に基づくと1位は植松組、つまり次期若頭は植松さんということになりますかな。ふざけんな！お前らが稼ぎがいいのは汚い仕立てに手染めとるからやないか。東条会にはな、美学ってもんがあんだよ。五代目が認めても俺は認めねえぞ。金に目がくらんで極道の魂なくしちまっとるんとちゃいますか。雑魚が邪魔しろ。お前ら誰のおかげで飯が食えとると思っとんじゃ。わしらかてボランティアでやっとるわけやない。こんだけ組に貢献しとるんや、相応の地位をもらって当然やろが。文句あるやつはわしらぐらい稼いでから言え。異論はないようですね。では次期若頭は植松組の植松さんということで。うん。
そこはあんたの席じゃねえだろ。黙って見とけ。で、なんじゃありゃ。どうやってあの中ね。バカな。どこから。どうしたんだ、こんな大金。俺、草野球がしたくてな。金貸した時の担保にカムロ町近くの空き地をちーとばかり手に入れとったんや。そしたらなんや、でかい企業がそこにビル建てたいから土地を譲れ言うてきての。適当にふっかけたらこんだけの金になったっちゅうわけや。ま、俺がちーとばかり本気になればこんなもんや。しかし困ったの。稼いだ額でメンツを決めるんなら俺が若頭になってまうの。五代目あんたや。人事でも何でも己の好きにしたらええ。せやけどな、あんまり登場会なめとると飼い犬に手噛まれるで。五代目、どうします。一度本件は持ち帰りとする。次回の幹部会の際に改めて方針を決定する。なんや、座り心地あんまり変わらんな。どうなっちゃうんでしょうね、登場会は。あ？いや、その登場会改革とか言ってましたけど、何でもかんでも金で判断するっつうのはどうなんすかね。上松さんとか飯淵さんとか信頼できると思います。新入りのお前が心配するようなことちゃうやろ。そうっすよね、すいません。ま、登場会の五代目は寺田や。あいつが黒といえば黒、白といえば白、それが俺たちの生きとる極道っちゅう社会や。あいつが信頼しとるんやったらそれでええやろ。ま、俺はどっちもうさんくさくて正直好かんがの。俺もそう思います。だから登場会の若頭には親父になってほしいっす。俺は若頭になる気なんてさらさらないで。え、そうなんですか。当たり前や。寺田みたいなうさんくさい男と俺がうまくやれるはずないやろが。寺田は側近の上松を若頭にしたいんやろ。登場会改革も結局は自分に都合のいいやつを幹部に揃えるための口実や。出来レースってことですか。ま、そういうこっちゃ。最近は回りくどいことする極道ばかり。俺みたいな極道はもう古いのかもしれんの。親父はまだまだ若いっすよ。お前に言われとうないわ。無駄口叩いとるんでさっさと車飛ばさけ。あ、はい。